さあ、行こう。みんなのおかげだよ。開始だ。
こう。なんとかなったね。ことがフェイ、あのデジモンは一体あれはノキアのデジモンか、ノキアがフェイに勝ったのか。はいはいはい、ご苦労様。岸辺よく頑張ったわね、お姉さん。ほんと感心しちゃったわ。リエさん、あとはもう休んでてくれていいわよ。あなたの役目これで終わったんだもん。ここにみんなを連れてくるのがあなたのユウナ君の役目だったの。
数字書き通りここにみんなを集めてもらったな。どうしたな。いたとも知らず、こんなところまでのぼのこと集まってくれてありがとう。あなたたちの未成熟で青くさい精神エネルギー、お姉さんを絞って絞って絞り尽くして。あれは黒に出た化け物か。おいおい、こりゃやばいぜ。どうするよリュウジ。リュウジ、なんだこれを。あの女がやったのか。俺は褒められた。そっ、リュウジ。消えた。地と背が消えた。柔道も仲間もみんな消えた。両親も消えた。エリカも消える。みんな消える。消える。消える。絶対に負けられない。無理は禁物だ。これを使おう。
何だったんだよ、この作戦は。誰か、俺の仲間を知らないか。急に消えちまったんだ。エデン症候群。ちくしょう。ちくしょう。あっただ。消える。俺の大事なもんは。
あんなお兄ちゃん初めて見た。体なら平気だよ。もうすぐ退院許可が出るから。無理か。ワームもやってくれた？やったけど、エリカの退院許可を出すためにね、その検査結果の改ざんを。お兄ちゃんのことを聞いて、おとなしくここで治療なんて受けていられると思う？どっちにしろ、岸辺がお兄ちゃんを切った時点で私の治療だっていつまで続くかわからなくなったもん。だったらここにいたって無駄だよ。エリカ、二人にお願いがあるの。お兄ちゃんと千歳の仇を取る。手伝って。まさかそれって岸辺理恵を叩き潰すよ。エデンの様子はどう？ワム、復旧してるよ。アンダーゼロの騒ぎの後、一度緊急メンテナンスが入ったみたいだね。今もバックグラウンドで調整が続いてるよ。千歳のマルウェアのおかげですぐ情報収集できたの。復旧作業に追われている今ならアバロンサーバーのセキュリティも甘くなっているかも。すぐに侵入しよう。侵入してどうする？決まってるでしょ。岸辺を警察に突き出す決定的な証拠を手に入れる。電脳犯罪捜査課サーバーでお兄ちゃんが消したデータ、神代の不正のやり取りの証拠をね。でもそれって龍二が消しちゃったんじゃ。岸辺みたいな出会いは人を脅せるデータを絶対に手放すはずがない。きっとどこかにコピーを取って隠し持っているはずだよ。神代のメインサーバー、アバロンサーバーの奥には CEO だけが入れる最高機密エリアがあるらしい。通称秘密の部屋。そこにならきっとある。仮に目的のデータがなくても、そこのデータを洗いざらいネットにぶちまけてやれば岸辺を追い落とすことはできる。岸辺の悪事が一つだけとは思えないもん。自分の悪事が自分の首を絞めることになるってわけ。こんなに怒ってるエリカ初めて見たよ。そうかもね。こんなに怒ったのきっと私変かな。あんまりふざけてるとまたメメたんだよ。冗談。ねえ、頼りにしていいんだよ。エリカ、もちろん私もお手伝いするからね。あんたは私のデジモンなんだから当然でしょ。私は感謝されないの？さあ、記憶をたぐってみれば。通信制限に足止めされている余裕がない。今度は私も一緒に行くよ。以前君が仕掛けたマルウェアがバックドアになる。ここから侵入して。岸辺リア、今までやってきたことのツケは払って落とし前をつけるってやつだね、エリカ。そういうこと。準備はいい？開始だよ。
石だ。 よしよし、偉かったね。
よし、いざ勝負。これでとどめだ。レイブトルネード。あたしたちは無敵だよ。Yeah.